そうですね。やっぱりブルガリアでクランクインを迎えて、龍馬と一緒に橋の上から列車に飛び乗るシーンがあってですね。予告編にもちょっとありましたもんそうね。なんですよね。それが、結構ブルガリアの高い橋から飛び降りるんですよ。で、いきなりワイヤーつけられて、朝からずっと飛んでたんですけど、なかなか監督からも OK いただけなくて、もうビクビクしながらやってたんですね、最初の方は。でも後半は割とこう慣れてきちゃったと言いますか、どうやったらよく見せられるのか、どうやったら監督の OK もらえるのかっていうのをこう試行錯誤しながら学んでって、2人で監督に結果 OK もらったんですけども、やっぱりブルガリアに行って一番最初の大変なシーンだっそうったすから、ね。印象深いですよね。どこだろうな。いや、今もちろん達也さんが来てくださったあのシーンはすごく印象的で、でブルガリアに入ってすぐだったんですよね。そうだよね。あのシーンから迎えられたっていうのは結構大きかったんですよ。すごく 最初の壁を乗り越えたので、僕と達也さんもだんだんその太陽動かないの柵に乗っていけたっていう一つあるんですけど、僕はこれ映画の中盤ですかね、お寿司屋さんではい。ハン・ヒョジュさんとご一緒するシーンがあるんですけど、実はそのお寿司屋さんブルガリアなんですよ。ブルガリアのホテルにある日本人のデザイナーさんが多分和建食だっ築たっけ？お寿司屋さんがあったんですよ。和食だった。和食屋さんがあって、本当に日本の高級お寿司屋さんみたいな、そこでちょっとこう言い合いをするシーンがあるんですけど、そこはちょっとこうセクシーでちょっと色気のあるシーンですごく好きですね。いや、まあ、龍馬は彼はやっぱある若さと勢いと自信を持っていろんなことにこうチャレンジするわけですよね。僕としては彼の背中を見て、龍馬が行ったから自分もついていかざるを得ないと。それやっぱ撮影、回んなくなっちゃうから目つぶってでもついてってやるぐらいな気持ちでしたけど、個人的にはそれはもう大変なアクションシーンの連続でしたよ。これは成立させることはなかなか難しいんじゃないのかっていうぐらい大変なアクションシーンでしたから。でも結果、達也さんの方が大変な撮影してますよ、僕より。してるよね。アクションの量的に言うと、達也さんのは全然。多かったよね。冒頭、多分7分ぐらいの映像を公開してますけど、はい。荷台のシーンなんて、僕はこう運転していますから、大変ですね、あれ。大変だったよね。中のゴミとか、ぶわーって待っそうなて。のよ。いや、ぶっ飛びました。ちょっとこれは、これすごくないですか、いこのや、映画。かなりすごいです。すごいんですよ。それをね、本当伝えたい。僕、つい昨日、おとといね、車の ETC カードってあるじゃないですか。それがもう買えますよって言って、新しいカードが届いて、ずっとピーピーピーってなって、10回、20回やっても全然入らないわけ。認識されないの。で、それでもずっとやってたの。それでもダメなのよ。だからもう車屋さんに電話したら、まあ、機械の故障かもしれないですねって、ちょっと持ってきてもらっていいですかって言って、でもその機械変えてくれたら大丈夫なんですかって言ったら、大体大丈夫ですよ。でも行く時もずっとやってるわけよ。ピーピーって反応しないの。もういや、まず嫌だなと思ってさ、で車屋さん持ってって、でみんな見に来てくれて、どこですかって、いや、ここなんですよ、これ新しいカードなんですけどね、ちょっと貸してくださいっつって、くるってひっくり返したんですよ、その人が。まさか。えっと思って、これはこうですよね、カードが認識されましたっていうの、それ一定3秒ぐらいで、ちょっと帰りますっつって、すいませんっつって、このくるってやったんだよ、あの人が。どう考えてもくるってできなかったんだ、俺。わかる。だって真っ白だったんだよ。こっちには何かここを読み取ってくださいみたいなのあるけどさ、普通こうはいかないよね。ずっとこうやって、こっちもやってたけどさ、こうやってたけど、これはいかないよね。お疲れですか、達也さん。ちょっと疲れてたよね。いやー、車屋での方が絶体絶命な感じしますね、それそうですね。よね。すぐ帰ってきましたね。竹内さん、最近の絶体絶命エピソードありますか？最近サバイバルしてまして、ゾンビと戦っているんですけど、究極なんです、撮影も。もう極限状態なんで、朝から本当に目をぶち覚ましていかないといけないなと思って、毎朝お風呂にちゃんと使って体を温めていってるんですね、寒いんで冬だし。で、なぜか前日の夜、
設定し間違えたんでしょうね。朝バッて起きて5時起きぐらいだったんですよ。でそのままいつもの流れで僕服着て寝てないんで、そのままお風呂に直行してバーンって入ったら熱ーってなったんですね。もうなんでなんでってなったら、なんか間違えていつも42度なのに44度に設定しちゃってて、熱い、軽く火傷するっていう。くー、撮影前にですよね、しかもね。以上です。いやなかなか絶対絶命経験してますね、お二人ともね。生きたければ働け、それだけの話だ。タカ、心を静めるんだ。大丈夫だ、死ぬ時は一瞬で終わる。バカだ。起爆装置が発動した。時間がないぞ。こんな生活一番にしたかったんだよ。大丈夫、一日は生きろ。高野さん、今は生きろ。太陽は動かない。